なぜ日本で国際結婚。ホタテ漁師と結婚したフランス人妻の生活とは。今日何時に起きたんですか。3時半。3時半。まあ、ちょっときつい時もあるんだけど、幸せです。幸せ。え？岩手県大船渡市で漁師として働くことになったきっかけは、震災の時に何かしたいって思っててボランティアで来ました。この2人が一緒になるなんてもう誰一人思ってないと思う。俺も思ってなかった。2人を結んだその理由は、素敵。私の居場所に来たなって、それでまあそれ以上の幸せがないって思ったぐらい。7月11日木曜夜8時。